2011年神奈川県知事選挙は2011年4月10日に執行された神奈川県知事を選出するための選挙。第17回統一地方選挙の日程で行われた現職の松沢成分の人気満了に伴う知事選挙。その松沢は直前まで参戦出馬が有力視されていたが告示まですでに1ヶ月を切った3月1日。 都知事選への出馬を表明。四選不出馬が有力視されていた都知事の石原慎太郎の事実上の後継候補であったが石原が11日に東京都議会で四選出馬を表明したため松沢は石原の応援に回り14日に出馬を取りやめた。結局県知事選にも立候補せず2期8年の任期を終えた。この選挙ではいずれも 無所属で、元富士テレビアナウンサーで、国際医療福祉大学大学院客員教授の黒岩雄二、前改正庁長の津行き淳一、元保育士で、女性団体である新日本婦人の、会見本部副会長の鴨井陽子、不動産業のテルヤ・オの4名が立候補した。このうち、共産党は前年末の2010年12月27日に、 いち早く前回の2007年神奈川県知事選挙にも出馬した鴨もを推薦して独自候補を擁立したが黒岩と津ゆきは3月16日に出馬表明するなど予想だにしていなかった松沢の都知事選へ向けた動きにより県知事選は混沌を極め告示まで残り1週間というところでようやく構図が見えた異例の選挙戦となった野党の自民党は 前年12月、松沢が県知事選に出馬した場合は対抗馬を擁立しない方針を決めていた。しかし、告示まで20日余りでの松沢の都知事選、倉替え出馬に自民県連は混乱。最終的に元アナウンサーで知名度もある黒岩に出馬要請し、党県連として推薦した。他の党の県組織も同様に混乱が生じていたが、対抗馬擁立も視野に入れていた。 政権与党の民主党をはじめ、公明党、連合の各県組織が黒岩を推薦、相乗りした。みんなの党は、他の野党との共闘が予定されていたが、実質、格闘相乗りとなった黒岩を推薦せず、徹底した行政改革の実施などで自党のアジェンダと合致した、つゆきを推薦した。このほか神奈川ネットワーク運動とネットワーク横浜も、つゆきを推薦し、 川崎市長の安倍隆尾や海老名市長の内野優、それに県政部にある13町村すべての町村長などが加わった有志連合の支援も受けた候補者の一人、テルヤは選挙運動や公約の発表、政権放送への参加、選挙広報の提出などを行わなかったため、届け出書類にあった58歳、本籍地沖縄県、職業不動産業以外の情報は公に、 なっていない。3月24日の立候補届出で締め切りまで、立候補を届け出たのは以下の4名である。立候補届出で順。各候補の得票率投票率は45.24%で、前回2007年の47.05%を下回り、東日本大震災による自粛ムードもあり、過去2番目に低い投票率であった。 当日の有権者数は721万7422人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。 元アナウンサーの黒岩は4年間の人気中で200万個にソーラーパネルを設置することを公約とした太陽光で脱原発のエネルギー革命を提唱し中盤からは自民党神奈川県連会長の菅義偉の判断を受けて自らが富士テレビで担当していた番組名を連呼する戦術で有権者への浸透を図ったまた自民民主 公明3党の県組織からも支援を受け、元アナウンサーとしての知名度を活かし、終始優位に選挙戦を展開。みんなの党などが推薦するつゆきなど三氏を圧倒し、異例の短期決戦を制して初当選を果たした。なお、黒岩は、知事就任後の同年9月に発表した、神奈川スマートエネルギー構想では、 パネル設置台数を知事選挙で公約として掲げていた4年間から200万個から4年間で59万個と下方修正し同年10月7日の神奈川県議会予算委員会では200万個分は計画停電を起こさないために打ち出した数字で精査したものではないメッセージ性のために正確さよりも分かりやすさを考えたと答弁した委員会後には記者団に 神奈川スマートエネルギー構想を新たに出したことで、4年間で200万個分は忘れてほしい。ただ、風力や水力、地熱などを合わせて目指していく思いは変わらないと理解を求め、県政与党が圧倒的な多数を占める県議会では修正はやむを得ず、現実的という意見が大勢とも報じられた。一方、元改正庁長,長4期としての実務経験を強調し、 県と市町村の連携や県行政刷新、知事の給与及びボーナスの削減などを訴えた津ゆきは、今回の統一地方選挙で全国的に躍進し、この知事選挙と同時に行われた県議会議員選挙でも15議席を獲得して、第3党になったみんなの党の勢いに加えて、改正町を含む県政部で持つ個人票を背景に善戦した。この県知事選でも、 得票率89.9%を記録した海西町を含んだ足柄上郡の4町に加え、小田原市、秦野市、南足柄市、足柄下郡3町、中群二宮町、愛好郡清川村の13市町村では強気が黒岩を抑えて1位となったが、代表伝の横浜市と川崎市ではいずれも黒岩の4割程度しか得票できず、大きな知名度と、 与野党愛のりによる強力な組織力を持つ黒岩の優位は崩せなかった。二度目の挑戦となった鴨井は、前回同様に共産党からの推薦を受け、福祉制度の充実や在日米軍基地の縮小を訴えたが浸透せず、川崎市川崎区でつゆきを上回ったのを除けば、すべての市区町村で3位にとどまり、総得票数は前回に鴨井自身が獲得した56万1000票余りから、 約9万5千秒減少した。県議選でも共産党は相模原市中央区選挙区で唯一の現職候補が落選し、県議会での議席をすべて失った。ありがとうございます。